チリーグ、メンチプレスをそうやろ。急いだら終わりなんで、さっきのそのストックのところなんですけど、愛は一瞬ですから、愛やろ一瞬やったら愛。それでは、わけわからん。リークしてもしゃあない。全部一瞬でリークしてください。愛の神様言われてもの。そんなんちゃうしないって。全部一瞬でリークした。そうなの。あ、全部思い出したらみんな。うわーって。いや、そんなの。そんな魔法も。だって、うちしか知らん話じゃないやん。どれもこれも。な、うちがまんべんなく覚えてるだけで。みんなとの話やから。な、だからゆっくり喋ってもな、その、まあ、準備できるやろ、うちゆっくり喋ってんだから、そういう関係者も、関係ないやつもな、準備できるやんか。その準備期間使ってな、その肥大化すな、ちゃんと撤退戦しろよ、言ってんのにな、なんで肥大化しとんの、再現なく、きりなく。だけど、クソなんか知らんけど、せっかく時間やったね。ゆっくりとしたペースのリークが苦しいんか知らんけど、あんたらのことだけちゃうからな。何で自分のことだけ考えてんの、みんな。うちの世界ですよ、第一国は。またロシカの人、うちやーよ。うちファーストやん。うちオンリーじゃないだけやん。真ん中でもう決める入ってるから。どうやって退去してもらおうかな、ちょ、三段やんか。だからゆっくり喋ってんの。じゃあゆっくりリークしてんの。早口の時もあるけどな。それでも、リークのペース自体遅いやろ。同じことの気になることを何回もずっと初回で気になる部分ちょっとずつちょっとずつ深さにおいてもちょっとずつちょっとずつ言ってるやろ。ここ掘り下げなあかんなってとかちょっとずつ掘り下げてんねんか。で結局その関係ない人も準備できる。まあ、関係ある人逃げるやったら逃げる。リークするべき人はリークしたらいいやん。な、うちしか知らん話ちゃうねんから。な、ある程度までリークして、また、じゃあまあこのぐらいで動画もちょっと長くなったんで、また改めて続き言うけど、って聞いたりしてるの。その間に、まあ、関係者相談もできれば、関係ないやつが取材開始もできれば、な、記者なり取材開始できるの。えとか言って。で、その記者、うちより先に、全貌リークとかできるやん。な、得だね。な、できるやん、うちがのんびりリークしたらええの。それもせえへんやろ。な、そんなことあってはならない、そんなことあってはならない、書かんとくぞ、なで新聞記者やってんのか。ちょっと新聞なんかいらんやんか、やっぱり。習ったことと違う、そんな価値観書いてあげないと新聞記者やってたら終わりで、新聞なんか。だって新聞なんて支配システムですからって新聞社が言うの。いやいや、国民が怒るんだよ。手のいい支配システムですよ、新聞なんてって、新聞記者の皆さんよく言うけど。で、その手のいい支配システムである新聞で使ってるツールって正義とかやろ。やばいんちゃう、このリークも。な、でもゆっくり言ったってるやろ。非常にゆっくり言ったってるやろ。ちょっとずつ、ちょっとずつ真相に迫ってるよ。それが辛いんやと、早く出ていけや。な。どっちみち全部バレんねんから。な。それよりも、タイムラグ、時間的猶予があるやん。その時にすべきことしろよ、言うたら、うちを殺しに来るやつもんね。こうなったら、このマトリョーシカだと、自殺してやるって。な、どういうやつがそうしたかって分かってんの。どの遺伝子がそういうような傾向があるかっていうの分かってるわけ。どの遺伝情報が、そういう傾向があるかって分かってるし。それはどういう、その、アドネシン・サニーさん、どういう配列だとそうなるかの分かってんねんて、本当は。で、監視されてんねんて、そういう思考回路の人。どの程度警告したら、そういう遺伝子は思いとどまるかも、調査されてるわけ、実は。で、そういう思考回路の遺伝情報を書いて、スズメの遺伝情報の配列とよく似てることが分かってんねんてさ。だからうちの周りからスズメが消えたよ。やーだと思って、
その代わりスズメと親戚のコゲラ類、コゲラ類かな。まあ、コゲラっていうかな。まあ、来てるけどな、ジオシマツとか。それ全部渡り鳥。スズメ以外のコゲラ類、みんな渡り鳥やね、なんだ。まあ、スズメと人間に穀物食をしてた、ね、日本人にとって、まあ、米食、米。稲の実である米食べれますよと教えたのはスズメやけど、確かに。で、文明がものすごいスピードで進化して、ものすごいスピードで滅亡を繰り返してんの。これはティラノサウルスの呪いっていうスピリチュアル関係者も多い。でもそこだけがそうでんちゃうから、ティラノサウルスだけが不幸なんですか？それ言うと人間のもっと不幸やで。